唐揚げ揚げ揚げ。東京都墨田区京成曳舟駅近くで醤油唐揚げ6個400円食べてみた。通算5回目。味付けはこういうものだと分かっていればよし、今回は濃すぎない。個々のサイズも良い大きさ。価格ボリュームはこの程度だと分かっていれば適度に良い。たこ焼き10個入り500円台程度のと比較すると、なかなかコスパボリュームは比較しがたいが、糖質制限前提なので唐揚げ揚げ揚げの鶏の唐揚げ醤油は適度かな。コンビニで揚げ物2種類買うよりは、満足度はあるし味も良い。しかし味付けが超絶美味ではない点はネックな要素。若者よりも高齢な層が多そうなチリですし味が薄めなのですかね。何か物足りなさは残るので家にレモン果汁かポン酢でも常備すべきかな。